どうもこんにちは、イークの福太郎です。トゥーです。お願いします。ね、こうやってデニム並んでるということは、いや、もう画面が色がおかしいということはね、こちら履き込み開始。なんなんこの動画。これは、この企画は福太郎がデニ履き込むデニムを決めた時に撮る動画でございます。決意表明ね。決意表明でございます。このシーズンここからこれ履きますという、はい、というわけで、やっぱりね、デニマーとしてはね、何履いてるかお知らせして、こう皆さんと一緒にワクワクしていきたいなというね。なるほどね。経年変化をということなんですけど、まあ今回はまあバトンタッチですね。はいはいはい。まあ、ちょっとじゃあ履き込み終えたやつからいきますか。なるほど。この夏、なんとね、5月にいただいてから、はい、1000時間、正確には1050時間かな。はい。1100時間弱履いたのがこちら、ジャパンブルージーンズの、コートジボール、コートジボワールコットンです。え、けど、めちゃくちゃ候補地できてきてるやん。そうなんです。髭の。だからね、1000時間超えてもうちょっと履き込もうかなって思ってたんですけど、まあまあもうこれ洗っていこうかなみたいな感じですね。セカンドウォッシュ。セカンドウォッシュですね。まあ個人的にはファーストウォッシュなんで、俺これファーストウォッシュって呼びたいんやけど。ああ、ワンウォッシュでもらったけど、うん、自分が初めて洗うのをファーストウォッシュと。俺のファーストウォッシュ。なんかダサいスイーツみたいな感じ。いや、ただクソでかいやつじゃないのよ。違いますから。違う。違いますから。まあこれね、やっぱりこう、これは後からつけてんのか。うん。いや、だからこれがどう変化するかとか、はいはいはい、そもそもがっつり色落ちるんかとか、うんうん、ちょっとこれ楽しみなんで、もう1000時間で洗ってもらおうかなみたいな。いや、いいっすね。まあ、これなんですけど、はい、もう洗おうと思ってるんですけど、うん、あの、決して、あの、一悶着あったからとかっていうわけじゃなくて、もう履くの嫌とかじゃなくて、はい、もう純粋にちょっともう1000時間履いて、はい、もう、洗ったろけみたいな。まあいい感じにもなってきてますしね。そうなんですよ。いや、多分ね、いい感じになると思うんですよね。いや、もう、あと、なんていうか、予定値ヒゲも、うんうんうん。できまくってるし。ここもね。うん。いや、ちょっとだって、これすごいな。本太さのと緩さで、はい、ちょっと蜂の巣もうっすら。頑張りました。一部できかけてる。はい。ちょっと頑張って1000時間吐いたんでね。合わせていただいた洗剤、なんかどっかと共同開発したやつ。共同開発したやつもちょっと使ってやろうかなという感じ ね。まあ冬も履いてもいいんですけど、ちょっと一旦お休みということで、はいはい、また新た動画出します。お、楽しみで、もう一個、こっちはね300時間ぐらいなんですけど、はい、これです。お、今履き込んでるこれがオアスロ105ですね。いや、いいね。これね、がっつり、これもね1000時間ぐらい履きたかったんですけど、はい、かった。これね、あんまヒゲとかいらんかなと思って。ああ、なるほどね。ちょっとこう腿とか膝とかをこうフェードさせていってみたいな。はいはい、フェード感のある色落ちにしようと。なんで、まあちょっとこう適度に洗っていこうかなっていうの で、 いいですね。どっちも洗っちゃいます。おお、これもファーストウォッシュです。なるほど。まあなんでこれも同じように洗った動画でまた出したいと思います、はい、いや、これもこれで何やかんや買ったのは2年ぐらい前やっけ。去年の夏で、なんかもったいなすぎて測れへん。去年の夏もったいなすぎて、あの3回ぐらいしか履いてないです。もったいなかった。謎のね。これね、やっぱでもエデニムでしたわ。ああ、マジで面白い。天下のオアスローさんが出したと、うん、面白かったんで、これもねちょっと洗いたいと思います。いや、確かにこれも育ててる人の前例、まあ、コトジボもやけど、うんうん、どっちもあんまないから気になるね。デニム職人として。職人。あ、そうです。それは縫い子さんや。頑張っていきます。はい。まあ、それで2本履き終えたやつなんで、夏履いたデニムと、はい、ということなんでね、これから履き込むデニムの方を紹介していきたいんですけど、福太郎オータム&ウィンター2022。そうですね。 AW 発表しますよ。まずはね、まあ、これですよね。もうリゾルト、これしかないでしょ、秋って言ったら。めちゃくちゃ似合ってるでおなじみのね。ほんまに、いや、もういつもね、トイさんが711履いてて、もう、はい、歯がゆい思いをしてた。吐きや。俺も吐きたいのに。吐きや。いや、俺はデニムスケジュールがパンパンに詰まってるから。お前方出たスケジュール。くっそーと思いながらね、これを封印してたんですけど、封印解放します。秋にいい感じに履くと。はい。そして、夏はサンダルとか。はいはい、はい。で、春はブーツとかばっか履いてたんで、はいはい、パラブーツの方をね、おー、革タングツの方をね、ガンガン履いていって、サンダースまでね、新調したんで、おー、ガンガン合わせていこうかなという。確かに、もう俺ですら、福太郎さん早くタングツ履けやって、ちょっとうずうずしてブーツ派の見たくなってた。ブーツ派の遠江さんからも、そうそうそう。いや、なんでね、いや、もうこれもね3回ぐらい洗ってるんですけど、うん、洗いたいなってか、これ
毛羽感なくなっちゃったよね、ここ。いや、まだまだあるんじゃん。この辺はね、やっぱあるんですよ。この擦れてない部分は、はいはい、この辺寝ちゃってるんで、はいはいはい、つるっと一回洗ってから履き込んでもいいかな。いや、ちょっと迷うな。これ500時間ぐらい履いてんけ。いや、これは700か800ぐらいですね。もういい感じにヒゲ出てきてるし、すごいね。いやね、ちょっとここもちょっとうっすらって感じです、ね、いや、いいですね。なんでね、ちょっとまあこれはがっつり、これは主に秋かな。なるほど。はい、これ革靴と合わせると冬はやっぱりブーツ増えてきたりするとね、はいはいはい、ちょっと丈が足りなさすぎるんで、はいはいはい、なんかあのブーツ全部見せるみたいなロールアップあるけど、うん、あれちょっと足足らないんで俺、長さが足らない。いや、あのあんまり、はいはいはい、ここが短くなるとね、ちょっと不細工かなと思って。なるほど。ちょっと体型の都合上無理なんで、ちょっと秋がっつり履いていこうかなという感じでございますね。いや、けどこれ俺のこれ11ヶ月目の711なんですけど、全然色違うやん。もう結構コーナーで差ついてきたね。いや、もう直線で差ついてるよ、もうコーナーどころじゃないよ、もうずっと走ってるからね、俺だけ周回遅れやん、俺もう、うん、まあ、俺のはずっとオールシーズン履いてるので、いい色なってるね。こんな感じでもう毛羽も取れてます。めちゃめちゃいい色ですね、この辺が。そうなんですよ、完成間近って感じですね。いや、これあと3ヶ月ぐらいで結構出来上がるんちゃうかな。なるほどね。じゃあ2人ともリゾルト履いていきますんで、はい、そちらの方もまたお楽しみください。おいっす。続きまして、もう一本、もう一本、これですね。出た、問題児。臭いんですけど、あのこれがね、1200時間ぐらい履いた RPSA プチニュースタンダードでございます。1200時間、多分1200時間ぐらい、間違ってたらあの出しときます。くさ。これがね、なかなか育たない。いやー、でも、いやけど育ってるよこれ。まあでもこの辺結構パキってるかな。でもこことかもビッビッビッってヒゲ入ってる。入ってますね。あ、ここ結構来てるな。ちょっとでもだいぶ酸化してるね、これは。洗ってなさすぎて。あー、もうちょっと皮脂とかが沈着し始めてるんかな。黄ばんできてるところもあるね。ちょっとね、これは冬に、冬から春にかけて、はい、ちょっとがっつりもう完成させるぐらいの勢いでね、いや、履いていきたいですね。これ一回洗っただけでだいぶ化けちゃうんじゃないかな。いや、めっちゃ青くなりそう。うん、だってもう、しかもこういうヒゲとか蜂の巣もビッシビシ出てるし。なんで、あのやっぱ初回はね、あの、はい、過激主義ということなんで、はい、あのドライクリーニングをちょっと考えてるんで、あの、はい、全国どこでもいいんで、あのデニムのドライクリーニングに実績ありみたいな店舗さん、誰か知ってましたら教えてください。いや、ずっと探してる。ずっと探してる。1年ぐらい探してる。見つからない。なかなか見つからないです。ないんかな、そんなもの。フランスに送るしかない。RPSAさん、洗ってください。そうそうそう。あの、そんな過激主義やって、ドライクリーニングって書くぐらいやったら知ってるんでしょみたいな。教えてください。挑戦状態。これはね、まあもう28インチを履いてまして、いや、身長173センチで28インチってどういうこと、はい、これ30、30。これもあれ、もうフランスの昔の貴族時代のコルセットみたいなフィッティングギュッてするために履いてる。やってる。やってる。パリ王朝フィッティング。違う、パリ王朝フィッティング。パリ王朝フィッティングじゃない、ジャパニーズフィッティングだ。ジャパニーズフィッティングずっと痛いとか言ってるし、しんどい。かなりすごいフィッティングでやってるよね、これ。かなりバギバギにギチギチにやってます。いや、賜物ですな。いや、もうほんまにこれはね、ちょっとまあ気合い入れて冬越していこうかなという感じでございます ね、 いいですね。まあというわけでね、はい、今回紹介したんですけど、はい、正直ね、これはね、冬なんで、もう一回と、もう一回撮っていいですか。あの履き込み開始だろう、あの11月ぐらいにもう一回撮るかもしれない。ただのデジャブ。11月末ぐらいに撮れたらなって思うんですけど、まあ動画のスケジュールでまた変わってくるんですけど、まあ、今回ね、リゾルト頑張って履いていこうかなっていうんでね、ちょっとあの、はい、面合わせというか、面合わせ、もも合わせというか、もも合わせ、足合わせちょっとやっていこうと思うんで、これちょっと最後着替えて終わろうと思います。はい、はい、というわけでね、おお、じゃじゃんと、やっぱいいな。いや、めちゃくちゃジャストよね、これ。リゾルトいいですね。完成してるというか、はい、ほんまにフィットしてる。うわ、似合うな。林さん。あれ、いつの間にか林さんになってた。生き写し。あ、でもね、あのこれね、まだ動画出してないんですけど、はい、リゾルトに合う最高の靴ちょっと買っちゃったんで、先出ししますか。最高の靴、リゾルトに。これはね、また個別で出すんですけど、はいはいはい、あ、引っかかってて、これはね、
じゃじゃんと。うぅー。こちら。渋。チャーチの。チャーチ買っちゃいました。まあ、中古なんですけど、ライダーを買わせていただきまして。多分、林さんがライダー3かな。はい。どっちか忘れたんですけど、ライダーか。ライダー3っていうのがダイナイトソウルで。はいはい、はい。ライダーがクレープソウルの、このスウェードの着火物なんですけど。はい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 。これがね、もう、あ、うわっ。うわぁ。というわけなんで、もうこれが心まで林さんに心まで足元までか足元までですよ。まだお肌と心はまだ福太郎のままなんで。なるほどね、はい、ちょっとスキンを焼き始めたらちょっと警戒心始める。もうはい、あと丸ボトになります。なんでね、こういう相棒、これも結構履かれてるんです。これの出会いもね、またこれで一本、またこれ裏銀っす。やばいっす、これ。はい、特集して。またこれは動画撮りますんで、はい、こういう相棒も携えながら、あとはもうオバブを羽織って、うわ完璧やん、どやねんっていう感じなんで、ちょっとね、このリゾルトとともにね、またね動画も出していきたいと思うので、いいっすね。また履き込んだ姿、インスタな並びに YouTube でぜひご覧ください。はい、というわけで今回この辺でありがとうございました。ありがとうございました。